山の日。暑い、暑い。ほんと暑い。ねえ、きょうこちゃん、プールに行こうよ。プールもいいけど、図書館はどう？エアコンが効いた涼しい場所で本を読もうよ。ええー、本。健太くん、図書館には漫画もあるよ。ほんと？涼しいね。ああ、山に行きたいな。山は涼しいわよ。それに、もうすぐ11日。え、11日？何の日？お盆？あ、きゅうりとナスを用意しなきゃ。何言ってるの、健太くん。8月11日は山の日よ。え、知らなかった。夏休みは毎日休みだから。山の日は2016年から始まったばかりだしね。でも山の日ってどんな日？多分7月の海の日と似てる。京子ちゃん、健太くん、こんにちは。小原先生、こんにちは。こんにちは。図書館は涼しくて最高。しここは図書館ですよ。ごめんなさい。小原先生、僕たち山の日の話をしていたんです。質問があります。山の日について教えてください。じゃあ、あちらの談話室で話しましょう。このソファーいいね。座り心地最高。ところで、山の日ですけど。そう、山の日ですね。日本にはたくさんの山がありますからね。日本は国土の何パーセントが山ですか？ 40%。 50%？ 日本国土の約 70% 近くが山地なんですよ。このたくさんの山は私たちにいろいろなものをもたらしてくれます。山の日は山に親しんで山の恵みに感謝しましょうという日です。山の恵み？そう、山の恵み、つまり山からのプレゼントです。山からどんな恵みがありますか？山菜、きのこ、木材、植物も。あ、いろんな動物もいる。そうですね。他にも山は清流を生みます。そして田畑を潤します。特に昔の人たちに山の恵みはとても大切でした。山を神様のように崇めていたんですよ。本当、山は大切ですね。ところで、どうして山の上は涼しいですか？山の方が太陽に近いのに。なぜなら、太陽は空気を温めません。太陽は地面を温めます。その地面の熱が空気を温めます。わかった。山の頂上は地面から一番遠い。だから寒い。その通り。でも、もっと大切な理由があります。気温は空気の量に関係しています。空気の量？高いところに行くほど空気の量が少なくなります。空気の量が少ないと気温が低くなります。でも、どうして高いところは空気が少ないですか？それは地球の引力が原因です。ニュートンの万有引力の法則ね。そうです。空気も人間と同じように引力で地球の周りに集められています。引力は地球の中心から離れると弱くなります。たくさんの空気を引きつけておくことができません。だから山の上では空気の量が少ないんですよ。高いところは引力が弱いので空気が少ない。だから気温が低い。科学って難しい。でも面白い。ね、健太くん。もう、健太くん。
Oi, 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 oi.